持ち塩は海上自衛隊の潜水艦、有塩型潜水艦の2番艦。艦名は満月時の道塩の呼び名である持ち塩から由来する。持ち塩は昭和52年度計画2200トン型潜水艦8089号艦として、川崎重工業神戸工場で1978年5月9日に寄港され、1980年3月12日に浸水。 1981年3月5日に収益し、同日付で第一潜水隊軍令下に新編された第一潜水隊に有志をとともに編入され、呉に配備された。1986年4月9日、魚雷発射艦からハープン USM が発射可能となる特別改造工事が観光。これにより基準排水量が約50トン増加する。 同年8月19日から11月21日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。1990年4月から護衛艦、春名等と共にハワイ、サンディエゴ方面に派遣され、4月26日から6月2日にかけて艦隊平洋合同演習に参加。なお、1992年にも艦隊平洋合同演習に参加している。 1997年7月から三菱重工業、神戸造船所で特務潜水艦への改造工事が着手され、魚雷の撤去と実習委員行動の設置が行われた。同年8月1日、特務潜水艦に種別変更され、艦籍番号がエイティス8007に変更、第1潜水隊軍直轄艦となる。2000年3月10日、除籍。ありがとうございます。